矢作藩があった本矢作城跡矢作藩は、下佐国に存在した藩。藩長は、大崎城。小田原征伐後、関東に移法された徳川家康は、国武士の居城のあった下唄矢作に、鳥居元忠を四万国で入法させた。これが、矢作藩の律藩である。これには、日立の佐竹吉らに対する牽制の意味があったと、言われている。 慶長四年には領内において、総検知が行われている。矢作領八十四家村にわたる合計校、約四万国で、一名、矢作縄と言われ、それ以前より二倍半の造成がなされた過酷な、ものであった。翌慶長五年に発生した、関ヶ原の戦いの初戦である、伏見城攻防戦でも元忠は戦死し、家康は戦後に元忠の武功を称してその子、忠政を、 道の杭は北平藩に火を違法したため、矢藩藩は廃藩となり、徳川直轄領となった。元在四年、三浦正嗣がこの地に七百八十国の旗本として入法するが、正嗣は次第に出世して火蔵を受けて、国高も五千国にまで昇進する。官営七年に正嗣は五千国の火蔵を受けて一万国の大名となり、矢藩藩が再立藩された。 官営16年、正嗣は、下付身部藩に違法となったため、矢作藩は再び廃藩となった。ふ代、四万国、鳥居元忠鳥居忠正ふ代、一万国、三浦正嗣、ありがとうございます。